これは神ゲー。こんにちは、メイカです。早速ですが、クラロワのいいところ、早い、安い、うまいということで、クラロワドハマりしてる方もいらっしゃるかと思いますが、ビジュアルが好みじゃなくってって方も多いと思います。正直僕もそうでした。実際日本人好みのビジュアルじゃないかもしれないですけど、それでやらないのはもったいないですよ。一戦だけが20回続くのがクラロワです。僕はその全ての魅力を伝えるのは難しいかもしれませんが、まあ精一杯説明させていただきたいと思います。細々とやってみてほしい。このゲームいいのが、運営さんがすごいバランス調整を細かくやってくれるんですよ、しょっちゅう。だからぶっ壊れカードみたいなのもないし、ウルトラレアでも弱点がしっかりあるので全然戦えますっていうのと、あと最初がね、ランクごとでカードが絞ってあるんですよ。ほら、この辺のアリーナ2からってなってるじゃないですか。だから最初ルールこんがらがる前にカード少ない状態でそれぞれのカードの特性を把握できるんですね。で、だん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 やり込んでいくと新しいカードが解放されて戦略の幅がどんどん広がっていくっていう風になってます。いやー、熱い熱いですね。レベルが高いゲームです。で、なんかビジュアルで、なんかあんまり好きじゃないなっていう方はいらっしゃると思うんですよ。僕もそうだったんで。左側にゴブリンのあれ出してきましたね。で、僕はおすすめしたいこのゲーム。ビジュアルが日本人向けじゃないかもしれないんですけど、萌え系じゃないかもね、しないんですけど、もうそんな全然関係ない。そんなんでとっつかないのはマジで損してます。マジで損をしている。やっぱ左側にジャイアント出したら余計でしたね、これ。うわー、これ雪崩のようにしてくるやつやな。で、これ相手が調子乗ってもう一手ぐらい召喚しない？しないか。はい、ちょっともったいないけどプリンスかな。そうきたか。でも建物が壊れたんで幸いですね。左側守りましょう。プリンスはもう知らん、ほっときましょう。お、殴ってくれた、ラッキー。これ一発でも殴ったら大きいんでね。ホグライダーさんか、止めれるかな。結構火力高いんでね、ホグライダー。まあでも、まあだいぶ有利な状況ではありますね。相手はどっちか落とさないといけなくなるので、嫌な目使わざるを得ないな。ちょっと火力が、タワーの火力がまだランクが低くて、僕のランクが低くてタワーの火力がないので、いやー、ちょっと微妙なラインになってきたな、これ。どうしようかな。あ、それは軽率では。これ召喚もいつかないでしょ。ほら来た。ホグライダーさんか。なるほど。でもこっちが勝つ。そのコストはもうかなり苦しいね。これでダメ押しいきましょう。いい感じ。レンマ。ダメか。遅いな。耐えた。オッケー、いける。いや、危なかったな。よし。危なかったですね。録画してると思ったら撮れてなかった。いい試合やったのに。さあ、どうしましょうね。左側に、ナイトをぶつけ、ペッカ来たか。ペッカが来たらちょっと苦しいな。殴られるな。仕方がないので、アーチャー出しとこう。これでこっち側耐える。あ、死んだか。いや、嫌な目で死ぬねんな、あれ。これダメージ割合きついな。まあでも右側にアーチャー出してくれたのはちょっと美味しいですかね。コストを使わせれたので、相手多分右側を守るために何かもう一体出すんじゃねえかなって思うんですけど、出さないですね。出さないので放っておきましょう。アーチャーだけだったらそんなにね、脅威でもないんで。で、左側に今威嚇ジャイアントを置いて、相手がどう動くかを様子見ましょう。ホグライダー、ガーゴル出しましょうか。で、左側に、ネクロマンサーか。じゃあ、右側攻め落とす勢いでいきましょうか。これ、相手も焦ってるでしょ。相手、今、多分コストない。で、矢の雨使っといて。これ、左側苦しいけど、左側落とされるか。
あ、まずいなこれ。これ、あの、僕がコストさん無駄にしましたね、今。あの、ネクロマンサーって、ちっちゃい範囲攻撃入ってるんで。よいしょ。とりあえず、ナイトに時間稼ぎしてもらって。ちょっと不利だな。ちょっと不利。どうしようかな。これは相手の出方をかかって、あ、まあいいでしょう。さて、このね、残り60秒でコストが倍になるので、集まる速度が。マスケット重視出しておこうか。で、ペッカかー。ペッカはねー、体力少ないけど厄介なんですよね、移動速度速いし。よし、左側攻めよう。決めた。ジャイアント先頭にずいずい攻めましょう。で、右側のプリンスも地味に存在感あるんで。オッケー、釣れた。さあ、こっからどうしようかな。もうちょっと、もうちょっと削れる？もうちょっと削れる。あかんな。止めれる？殺せるかな？いやー、これ苦しいか。なんとか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 、まだまだまだいける、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 まだいける。どうしようかな。いやー、これ待つたかな。ちょっとこの辺から焦り出すんですよね、これ。どうしよっかな、どうしよっかな。ファイヤーボール、一発殴れ、一発殴れ。無理か。苦しい、苦しい、苦しいなー、これ。ペッカ危ない。あ、やらかしましたねー。はい。負けましたー。いやー、ペッカがねー、瞬間火力すごくって、判断が遅かったですねー。いやー、楽しい。ぜひ、みんなにもやってほしいね。で、課金しなくても全然十分遊べるし、ウルトラレアが出ると戦略の幅が広がって、それはそれでめちゃくちゃ楽しいのよ。なので、どうせ無料なんだしさ、やってみようよ。はい、いかがだったでしょうか。いや、本当にね、奥が深いゲームなので、ぜひ始めてみてください。もう少しレートを上げてからね、また実況動画撮りたいと思ってますので、よろしくお願いします。もしこの動画を見てクラロワ始めてみたよって人がいたら、コメント残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、評価の方よかったらよろしくお願いいたします。それじゃあ、お疲れ様です。またねー。